ただいています。皆様お待たせいたしております。この後午後1時より音楽の街川崎アジア交流音楽祭の PR ライブを行います。4月23日土曜日と24日の日曜日にこの川崎駅東口広場をはじめ川崎駅周辺7カ所で開催されるアジア交流音楽祭に出演されるミュージシャンがこの後出演します。どうぞご一緒にライブステージを盛り上げてください。もう間もなくです。開始まで今しばらくお待ちください。またお待ちの皆様、そしてご通行中の皆様、こちらではこのイベントのパンフレットをお配りしておりますので、どうぞお気軽にスタッフまでお声掛けください。ライブはこの後1時スタートです。もう間もなくです。お待たせいたしました。早い時間からお集まりいただきまして本当にありがとうございます。駅を降りてすぐあちらこちらから歌声が聞こえてくるなんて本当に音楽の街川崎らしくて素敵だなと改めて思いました。さあ
早くからお集まりの皆様にはもうこの声は通っているかと思いますが、改めまして皆さんこんにちは。ただいまから音楽の街川崎アジア交流音楽祭 PR ライブを行います。アジア交流音楽祭は4月23日土曜日と24日の日曜日にこの川崎駅東口広場をはじめ川崎駅周辺7カ所で開催されます。今日はそのアジア交流音楽祭に出演されるミュージシャン5組が出演し歌い演奏します。ぜひ足を止めてお楽しみいただきたいと思います。また本日はこの会場から音楽の街川崎のネット放送ミュートンチャンネルの中継と配信をしています。この瞬間もユーストリームでご覧いただけますし、この後でもユーストリームや YouTube でご覧いただけます。パソコンやスマホなどでぜひご覧ください。それではお待たせいたしました、アジア交流音楽祭 PR ライブのスタートです。トップバッターは有坂智代さんです。2012年の川崎ストリートミュージックバトルでグランプリに輝いた実力派です。そして有坂智代さんのふるさとはここ川崎です。ふるさと川崎への愛をテーマに曲を作り歌っています。それでは有坂智代さんよろしくお願いします。皆さんこんにちは、有坂智代と申します。よろしくお願いいたします。すっかりあったかいですね。風が強いですけれども、今日は短い時間ですが楽しんでもらえたらなと思います。今春ということでですね、1曲目春の曲からお届けしようかなと思います。家族への愛をテーマに書いた曲なんですけれども、桜の花も結構散ってしまったと思うんですが、桜の花が散っていく美しさと儚さと、人の命の美しさと儚さをですねリンクさせて作った曲があります。ありがとうと、4月というとね入学式とか、3月でした卒業式とか、なんかこう人生の転機が訪れる機会だと思うんですが、皆さんの近くにねいる大切な人たちにありがとうという言葉、伝え欲しいなというような気持ちも込めて、そして私がいつもお世話になっている、たくさんの方にも感謝を込めて歌いたいと思います。1曲目桜の花が散る前にという曲をお届けしたいと思います。どれくらいの時を大切なんだと
ちょっと新曲を新曲、うん、初めてライブで披露する曲をお届けしたいと思います。マロという曲をお届けしたいと思います。守りたい。
とうございます。窓という新曲でした。ここで改めて、今日はアジアンフェスタの PR イベントに来ておりますが、本番は4月の23日24日に決まっております。私も2カ所で歌わせてもらえることが決まっているんですけれども、川崎のビッグアーティストさんのですねカバー曲、ここで1曲お届けしようかなと思います。実はですね、坂本九さんという方がですね、同じ川崎市で生まれている方なんですね。で、以前ですねラゾーナ川崎で、坂本九さんの、追悼イベントみたいなのをやった時にですね、私も、歌わせてもらったんですけれども、そんな坂本九さんの曲、もう世界的に有名な曲があると思いますが、上を向いて歩こうという曲がありまして、海外ではなぜかすき焼きという名前がついているという、なんでなのかっていうことなんですけれども、すき焼きという名前がついて愛されている、上を向いて歩こうですね、私いつもジャズアレンジにしてお届けしております。よかったら一緒に楽しんでほしいなと思いますので、手拍子などいただけると大変嬉しいです。ではご存知の方は一緒に口ずさんでもらえたらなと思います。上を向いて歩こうをお届けしたいと思います。ありがとうございます。ワン、ツー。上を向いて歩こう、涙が
時もありますが、今日は夜でもなければ一人ぼっちでもないので、皆さんの声聞かせていただければなと思います。私がですね、上を向いて歩こう、せーのっていうのね、上を向いて歩こうと真似してください。いきます。準備はいいですか？いきます。私のオリジナル曲の中からアップテンポの曲をお届けしたいなと思います。 Change the World という曲なんですが、これはですね、1年間アメリカに行ってたことがありまして、そこで教会でピアノを弾いたりとかしていたんですけれども、向こうで、そういう教会からインスピレーションを受けてできた曲で、人は生まれ変わっている、日々同じ日なんて二度とないようにですね、人は日々生まれ変わっていて、そういう希望を持ってるんじゃないかなと思って、できた曲になっています。皆さんにも、生まれ変わるようなね、歌声を届けたいと思います。何を言ってるんでしょうね。では Change the World、 よかったら一緒に手拍子。長い雨はやんださあ。
皆さん立ち止まってくださって本当にありがとうございます。今日はアジアンフェスタ PR ライブということで、私やってまいりました。本番はですねアジアンフェスタ4月の23日土曜日そして4月の24日日曜日に、行われます。会場はここだけではなくてですね本当にあらゆる音楽の街川崎ですので本当にいろんな場所で音楽が奏でられますので、よかったらあちらにですねチラシの方もございます。タイムスケジュールがバーって載ってますのでぜひお持ち帰りいただければなと思います。他にも、私川崎 FM でですねラジオ番組もやっております。銀座街からつながる空君に届けという、ラジオ番組をですねなんと4月からパーソナリティ5人から10人に増えまして2人1組ペアで、お届けすることが決まっております。銀座街というのがちなみにですねあちらの京急川崎の方のですね、ダイスの裏のあたりにですね商店街がありましてそちらでもあのフリーライブがですね毎回行われておりまして、ここに出演しているメンバーがですねラジオをお届けしておりますのでよかったらそちらの方も応援していただければなと思います。今日はですねチラシも持ってきていたりしますのでよかったら声をかけていただければなと思います。というわけでお時間が来てしまいましたのでアルサカトモヨ以上となりますが、今日機会にですね名前だけでも覚えて帰っていただけると大変嬉しいです。ありがとうございました。この後も素敵なライブ続きますので楽しんでいってください。ありがとうございました。ありがとうございました。有坂智代さんに今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。上を向いて歩こうはね本当に懐かしいそして日本を代表する名曲です。まさかこの川崎の駅前で聴けるとは思いませんでした。有坂さんに感謝したいと思います。ありがとうございました。本番が23日そして24日となっております。チラシの方お配りしておりますのでどうぞお手に取って有坂さんが出る時間チェックしていただければと思います。有坂智代さんはアジア交流音楽祭では23日の土曜日の14時午後2時から銀座街ダイス駐輪場入り口横そして同じく23日土曜日の16時45分午後4時45分からはアトレ1階の椿広場にご出演されます。チェックの方してください。ふるさと川崎への愛をテーマに曲を作り歌っている彼女の声ぜひお忘れないようにしていただきたいと思います。さあそして、ね、彼女も FM の方でね番組を持っていると話しておりましたがそちらの川崎 FM もチェックしていただきたいんですがなんともっと手軽に彼女の声が聞けるというこちらカラフル川崎音街ベストコレクション2ただいま発売しております。市内の CD ショップで絶賛発売中ですのでカラフル川崎お手に取ってお買い上げいただければと思います。有坂智代さんは1番目川崎の風に乗ってという曲を収録しております。あ、今ご本人からもチラシの方が配布されております。どうぞお気軽にお手に取っていただければと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあこの後もまだまだ23日24日の本番に出演するミュージシャンの皆さんが続々と登場してまいります。お時間許します限り皆様最後までお付き合いいただきましてライブの方盛り上げていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。再度ご紹介いたしましょう。音楽の街川崎をさらに盛り上げていこうということで川崎の曲だけを集めました。音街ベストコレクション2カラフル川崎 CD 市内の CD ショップで販売しております。お帰りにぜひチェックしていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。開けます、開けましょうか。前アップします。こんなもんかな。それがもう一個か。さあ次の方の準備ができます間どうぞ皆様このお配りしておりますパンフレットの方をご覧いただきたいなと思っています。川崎アジアンフェスタ4月23日土曜日24日日曜日こちらも開催しております。音楽の街川崎アジア交流音楽祭2016と同時に行っております。同時開催はコリアタウン焼肉フェスタ2016ね、いいですね。音楽とそして美味しいものが同時に
手に入るんですよ。食べて聞いてみるアジア、ぜひお楽しみいただきたい2日間となっております。川崎駅周辺、23日、24日、この土日は大いに盛り上がると思います。パンフレット、こちらで今お配りしております。中の方を見ますと、もちろんお店の紹介もしておりますし、こちらのね、アジア交流音楽祭に出場する皆さんのスケジュールも細かく載っております。チェックしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。有坂さんが先ほどパンフレットをお配りいたしましたが、もらっていただけましたか。本番が23日24日ということでね、ぜひその2日間にも来ていただきたいと、有坂智代さん今日はこちらのライブにも出演していただきました。23、24に聴ける曲はもちろん、今日はここじゃないと聴けない曲も披露していただきました。お得だったと思います。川崎出身、ね、川崎市の方にとってはもう本当に皆さんの子供とか孫とか妹とか、そんな存在だと思います。ぜひ有坂智代さん、この後も引き続き応援の方をよろしくお願いいたします。
あ、どうも、サービプラスと申します。よろしくお願いします。40分からライブしますので、皆さんどうぞ入れてください。